皆さんこんこにちはシンセサイザー V がいち早く1.4から1.5にアップデートされました画面の中央にライセンスとアップデートというのを出しています今私の画面はこのように緑で利用可能なアップデートというのが出ていますがまずこれはこのアップデートを確認というボタンを押せばこのように緑色に表示されます さっき、AI と、そして、本体のシンセサイザー V のスタジオ。このようにアップデートが、表示されていますので、そこで、プログラムの方から、アップデートをします。画面下の方に、アップデートというボタンがありますので、ここでアップデートをします。そして今やってるのは、プラグインモードではなくって、スタンドアロンモードでやっています。そうしましたら、 このように SV スタジオプロセットアップ1.5.0というようにこういうフォルダが自動的に開きますのでこれが出ましたら一旦シンセサイザー V のスタンドアロンを終了しますそしてこれをダブルクリックしてインストールしますするとこのようにセットアップが日本語でいいかというのが出ますそのまま OK をしましょう 同意するを選んで次へ応じます。そして、ここは、このまま、次へをもう一度押します。デスクトップショートカットを作成する。これも、そのままで次へ応じます。はい、新セブイスタジオの実行。というように出ますので、ここで完了を押します。 画面が1.5.0に変わっています。その後、もう一度、アップデートを確認というのを押します。するとシンセサイザー V、先 AI のアップデートがあるということがわかりますので、これを選んでアップデートを押します。すると、このようなダイアログが出ますので、次へというところを押します。そのまま、 もう一度次へを押してくださいはいこのようにインストールができました確定を押しますこれでアップデートが完了しました今回のアップデートはクリスマスの日ということもあって本当にプレゼントのような素晴らしいアップデートです日本語の歌声データベースであっても英語も中国語も 流暢に話すというユーザーにはとっても嬉しいプレゼントになりました。ぜひとも皆さんもマルチバイリンガルのシンセサイザー部位を存分に楽しんでください。村長スタジオでした。まったね。